緑細オオトカゲは、爬虫高有林木男毛かカゲ属に分類されるトカゲ。別名エメラルドツリーモニター。インドネシア、オーストラリア、パプアニューギニア全長70センチメートル。和名通り体色は、黄緑や新緑色で黒い網目模様が入るが、横帯状になる個体もいる。種小名プラソナスは、草色ののい。地域変異が大きく青みがかった。 個体群もある。死は長く、指には針状になった爪がある。尾は長く、東道町の2倍以上を占める。尾の断面はマリー。尾は、物に巻きつけることができ、死死も含め木の絵での生活に適している。地域変異が大きく、本種の地域個体群から独立種となった種も多い。低地にある、熱帯雨林に生息する。樹上性で地上に降りることは、 あまりない。食生は動物食で昆虫類、節足動物、爬虫類、小型鳥類、小型哺乳類等を食べる。繁殖形態は卵性で樹上にある白アリのアリ塚等に卵を産む。本種はペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。その退職から人気は高い。以前は高価で流通量も少なかったが、近年は 野生個体や放卵した個体が産んだ卵を孵化させて得た幼体が流通する。少ないながら繁殖個体も流通する。以前は飼育の難しい種とされたが最近流通する個体は以前ほどは飼育は難しくないとされる。飼育にあたっては高さのある大型のケージで飼育される。乾燥に弱く脱皮不全を起こすこともある。そのため大きめの水容器を用意し水滴を 点滴状に落としたり、エアレーション、定期的な霧吹き、保湿効果の強い床材を用いる等の対策がされる。ありがとうございます。